はい、明日ちゃん明日行くよ、待ってます。そうですね、ちかいさんありがとう、ちかいさんありがとうね。明日行きます、待ってるよみんな。あーね、もうね、ちょっとね、ストリハーでね、顔ボロボロだし、もうメイクもボロボロだけど、全然なんか、ボロボロだけど、気にしないで、30分くらいします。できたら1時間するけどね、ちょっとね、明日のね、明日はライブだから、ペンラ吹きます、イメイト。送ります、ありがとうございます。ペンライトはオレンジと赤です。あけおめ中吉、ニャンフェザありがとう。寝るよ、この配信が終わったら。お風呂に入って帰ってきたばっかりだからさ、そうオレンジと赤みんな振ってね。仕事頑張って。シャインマスカット飴作ったんやけどね、なんか飴が固まらんくって、とりあえず冷蔵庫に入れてんやけど、そのまま帰ってきてもったから食べてない。そのまま帰ってきてもった。梅干し食べました。そう。やばい、体がバキバキです。ここ痛い、めっちゃ。この肩の腕がついてると。すぎる。関西弁配信っていうか、私関西出身なんで普通に関西弁出るだけなんですけど。好きこぞって関西弁喋ってるわけじゃないんでね。出身で今敬語で喋ってるから出てないだけで、普通にタメ口とかで友達とかと喋ると出ますよ、もちろん。違う、はあ、明けましておめでとうみんな。前バリバリ、そうね、そう、いや全然謝らんで、なんていうの、私は今ね、ちょっとね、夜だから静かに喋ってるだけで、敬語で喋ると関西弁が出ないだけで、普通にタメ口で喋ると関西弁が出ます。そうだから全然大丈夫だよ。早くまいちゃんに会いたい、ありがとうね。明日リア充初現場、楽しんでね、楽しませるね。そう、今年のね、お正月は、大晦日は友達と、あ、りのありがとう、十吉。大晦日は友達と、あれ行きました。
ザリアに行きました。それなんだっけ、で元旦はあの簡単はあれでした、家族とゆっくり過ごしました。ですき焼きを食べました。なんかでもやっぱりなんか会う子会う子になんか言われるのが、あの舞がここにいるのが不思議で仕方がない。私も短い休みだったので兵庫にいる感覚が不思議で仕方なかったし、そうねえ。でもなんかやっぱり地元の同級生とかも結構あのストーリーとかね上げてくれてたっていうのあの耳から聞いて、私はやってないので分かんなかったんですけど、そう上げてるよって、えそうなんだ、宣伝をしてくれてたって、宣伝っていうかなんか載せてたらしくて、なんかありがたいですね。そうやってなんか私の活躍っていうか活動を地元の人たちが目に見てくれているのがすごく嬉しいなって思いました。そう、兵庫県民として誇りを、ありがとう。なんかね兵庫ね、兵庫いい町だよね、マジで行きやすいです、のびのびしてます。まいちゃんまだ家族とかお年玉も全然いただきましたよ。そうゆっくり使おうと思います。でも大体は貯金で回したいな。兵庫は落ち着く、なんかねいいんですよ。こういうことを兵庫県民として言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないけど、何かありそうで何もない、のどかというか自然があふれる街なのがいいんですよね。そう、兵庫好きすぎて地元から出れない、それはそう、本当に兵庫住んでるとマジで出れなくて、そうね、兵庫は地域によって結構違うね。気持ちが落ち込んだ時どうしてますか？活動でですか？活動で気持ちが落ち込んだ時は、なんか家族のことを考えますね。家族が応援してくれてるならまだへこたれてられないなって思います。もちろんファンの方とかも思いますよ。でもやっぱり血筋、お母さんとかね、なんかそれこそなんか今回とかも短い帰省ではあったんですけど、すごく友達とも会えたし、家族とも長い時間一日結構過ごせたので悔いはなかったんですね。悔いなく、あ、まあ東京に戻れるし仕事頑張れるなと思ったんですけど、まあお母さんがちょっとバイバイするときに涙目になってたりとか、お父さんがママが寂しが、ばあばが寂しがってたって言ったら、いやみんな寂しいよって言われたとね、ちょっと今でもうるっとして泣けそうですね。人と比べちゃったりしてやみそうです。人と比べるのはある、でもいつかちょっと私はあんまり最悪なことを言うけど、
人と比べることがあるかもしれないけど、今はもうその環境に慣れてしまって何とも思わなくなっちゃったのかな。だからだけど、でもなんて言うんだろうな、周りと比べないのが一番って言っても比べちゃうものだから、でもその分野で一番になれないなら、なんかそれでへこたれてるちょっと悲しいなって思うなら、その分野以外にも人生はあるからやめちゃえばいいと思うよ。大丈夫だよ。なんか一点に視野を考えたら誰でもしんどくなってしまうから、そう、人生はいろんなね行き道があるから、自分がやりたいなとか、なんか好きだなとか、ちょっとこのこと飽きたなとか、向いてないかもとか、なんで頑張ってんのにこうなるんだろうとか思ってたら、もう逆にあ、なんかもう仕事とかは違うけど、まあなんかそれこそ仕事を人と比べるんだったら、なんかああこの仕事なんか量が多くてもったいないな、せっかく私がしてあげるっていうのに、ああそういうスタンスでいくのね、はいはい分かりましたよ、じゃあこっちもやりませんっていう強気なマインドでいきましょう。そう、あそっちのマインドでいくのね、へえ、じゃあこっちもこういくわっていうのでやった方がいいかもね。そう、でも本当になんか私はちょっと真面目に言うと、人は十人十色だからさ、比べなくていいんだよとか言われても、それでも比べてしまうものやからね、言って、そんな いいこと言えないんですけど、その一点に絞る必要はないと思います。あ、母さんかわいい、ありがとう。そう、大丈夫だよ。メンバー同士でもやんないっす。いや、ないないない。なんかやむまではいかん。落ち込んだりとかすることもあるよ、もちろん。そりゃ人ですから。でもその度に、まあ、メンバー同士で支え合ったりとか、私は一番はやっぱ家族かな。家族の存在がめちゃでか。いつでも帰ってきていいからねっていう言葉はすごく前にとっては結構でかいかなって思うので、そう、そのおかげかな、お前が今こうなんて言うんだろうな、頑張れてるのは。だって人ってめっちゃ生きんのに、だって今大学に行くっていう選択をする人もいるけど、逆に今大学に行かなかったから終わりというわけでもないし、いつだって勉強はできるし、勉強の仕方は普通人それぞれ自由だし、大丈夫なんじゃない？大丈夫やで。そう、同じね、そう、帰ってきなって言われると頑張っちゃうよね、わかる。大丈夫やでって言われる。そう、お悩み相談室みたいになってる私の今の配信が。全然お悩み聞くけどね、そんくらいゆっくりほわほわなんか喋った方が今日は向いてるかも。ちょっとね、そう、明日のツアーだしね、
帰る場所があるっていうのがいい。ただ私は心配性だから、いつか帰る場所がなくなっちゃうんじゃないかって考えちゃうんだよね。超ネガティブ心配性なんですよ私。そう、いつかなくなるんじゃないかなって思ったりしちゃう。そう、大丈夫だよみんな、本当に。いろいろあるけど頑張ろうねみんな。ファイト。はい、ゆっち、うん、ありがとう。やばい、体がワキワキすぎる、やば、やばすぎる、痛い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 、バキバキなんですよね。アニャンフィッツ、星たくさんありがとう、ありがとう。やばい、明日もまいちゃんの笑顔を見えるの楽しみ、ありがとう。前はマジでね、みんながね前のことを応援してくれてる、みんながね仲良しでね、あの楽しくいてくれたらいいなぁと思う。みんな仲良しになるのは難しいかもしれないけど、なんか素敵だよね、仲が良いとと思いますので、皆さん楽しくね頑張ろうね。つかぬことをお伺いしますが、地毛ですか？地毛です、もうバサバサです、地毛バサバサです。はぁ、地毛です、黄色なんです。やばい、明日つーだけどマジで、ね、寝たい。え、待って、風呂に入らず寝たいんですけど。絶対ダメだよねそれは。で絶対に湯船にも使った方がいいんだよね。分かってる、分かってるよ、分かってんだけどさ、眠いんだよ。あ、でも絶対湯船に入った方が体は軽くなる、明日絶対体は軽くなる。絶対そうだよね。絶対そうだよね。なんで関西弁なんて、あ、拾っちゃった、いいや。
体が軽くなるとね、踊りやすいからいいかなとか思ったんだけど、そう、明日は可愛いコスメいっぱい使おう。あ、拾っちゃった、すいません。なんか疲れてると思ってることがポロ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 出てきちゃうんだよ、心の声が漏れちゃうんですよね。すいません、決して悪気とかはないんですけど、なんかすいません。可愛い顔、 OK。 そう、練習大変だったんだよ。でもその分明日皆さんが期待できると思うから、好きだろうねって思うから頑張れるんだよ。じゃないと三が日に練習なんかしないよ。みんなの笑ってる顔とか、みんながえ、舞ちゃんこんなってなるために前は頑張ってるから、全部みんなのことを思いながらやってるから、じゃないとそんなやんないよ。そう、だってさ、めっちゃさ当たり前のこと言うけどさ、オールとかもさ、みんなで生歌で歌ってんじゃん。だってさ、めっちゃさ、あれ11人もいったらさ、一人くらい歌わんかったってさ、まあ分からんちゃ分からんこともあるやん。だけど舞たちはさ、ニアジョイはさ、一人一人がちゃんとさ、なんていうの、にみんなでね、ニアジュエだから、今休止してるけど葵も含めてみんなでニアジュエだからさ、歌わんといけんよ。 そんな確かにパフォーマンスとかっていくらでも手抜こうと思ったら抜けるし、ビジュアル気にしようと思ったら気にすることもできるけど、なんか前はそっちよりもなんか、もちろん亀子さんとかも素敵な写真を私が髪の毛ボサボサでも撮ってくださるからすごくありがたいなって思うけど、あの、なんて言うんだろうな、舞はね、その場でのね、空気とね、その場の感じでね、味わってほしいパフォーマンスをできる